始まりました皆さん。東海議 TV 水曜日1時間目はマリオカート8ニコ生水曜杯 MC 実況を務めます。ムツーと申します。疲れております。早速疲れております。よろしくお願いいたします。はい、これね、リハやりました。最初やりたいんですけどと打診しましたら、リハやりましょうって言われて、いや、きついな、みたいな。これリハでこのテンションきついな、みたいな感じですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。コメントも、見ていきますのでね、最初の方だけ見ていきますので、よろしくお願いします。でね、今日は、私、一人で やらせていただくんですけども、まあ、プレイ中はね、まず間違いなくコメント読めませんが、感じることはできるんでね、たくさんコメント打っていただければと思います。よろしくお願いします。さてさて、この放送は、東海議 TV の一枠目。本日はタイトルにもある通り、マリオカート8で、まあ、視聴者の皆さんとね、オンライン大会をしたいと思っております。手加減してください。はい。1グランプリ3レースを3回くらいできればいいかなっていうところなので、まあ、当たった皆さんはね、ぜひ手加減していただいて、僕を勝たせてください。お願いします。で、早速プレイしていきたいんですけどね。まあ、誰だとこのなんか、東海議2015の T シャツを未だに着回してるもの誰だというところかと思うんですけども、私もね、一応、実況者の方をさせて、ゲーム実況者やらせていただいておりましてね。最近はスプラトゥーンのね、動画をもっぱら投稿させていただいております。ポケモンなんかもやっております。マリオカートも上げておりました。ちょっと最近ブランクがあったんですけどね、この、今日のために結構練習してまいりました。はい。で、まあ、もう実況歴もね、6年やってまして、実況者っていうよりかは、実況者オタクなので、皆様に近い感じかなと思いますのでね。毎日ゲームランキング見てます。好きな実況者さんたくさんいます。ゲーム実況者になって何が一番良かったかって、ゲーム実況者と会えたことですね。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで、やっていきたいと思いますが、ですね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、なんかこの、なんでしょう、レース、順位が悪いと、まあ、罰ゲームがあるらしくてですね、前回、愛の戦士というね、ものが出てたかと思うんですけども、まあ、女性とね、熱いキスを生放送でするというね、爆発ものの罰ゲームをされてたみたいで、もうちょっと僕、嫁さんがいるんでね、これ、激怒をもらうかもしれないので、一生懸命勝っていこうと思います。はい。そんな感じでやっていこうと思います。皆さん、今日はあれですかね、もう結構、あれですかね、マリオカートの水曜杯は出られてたりとか、ご視聴されてる方が多いんですかね。初めての方も多いんでしょうか。まあ、ぜひね、まあ、僕結構、マイルドな難易度の走りなので、ぜひ、腕に自信ない方も参加していただくとね、楽しいかなと思います。じゃあ、早速、始めていいですかね。早速始めていいでしょうかね。大会の参加する方法なんですけども、大会の ID を入れていただくと皆さん参加できますので、ぜひ振るってご参加くださいませ。というわけで、そろそろ始めていきましょう。ね、もうゲーム実況者からゲーム取ったらね、何も残らないですから、ゲームやっていきましょう、ゲーム。はい、というわけで、試合の ID、今映します。はい、試合の ID 映していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いし、ごめんなさい。カンペがあるのに忘れてました。ですね、罰ゲームの件なんですが、はい。罰ゲームの件なんですが、1グランプリ目、僕が何位以下だったら、罰ゲーム、なるかというアンケートを最初に取らせていただきます。では、アンケート、どうぞ。お願いします。いや、頼みますよ、皆さん。罰ゲームストレートとかね。絵面的にね、どうなのっていう。嫌ですよ、僕だけ。なんか、あと振り返ってみてれば、なんか3回とも罰ゲームしたのは無痛だけだったな、みたいな。絶対嫌ですからね。よろしくお願いしますよ、ちょっと。はい、じゃあ、そろそろいいですかね。じゃあ、アンケート締め切らせていただきます。じゃあ、結果、ドン!お願いします。ちょっと。これ、そうですか。何位ですか ?4 位ですか ?4 位ですかね。これ、アンケート取る意味ありますかね。毎度思ってましたけど、これ、アンケート取んなくていい気がしますね、僕。はい。というわけで、
じゃあ気を引き締めてね、4位以下でやっていきますよ。やっていきましょう。じゃあ4位以下でやっていきたいと思いますので、大会 ID を載せていただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、映ってますね。はい、じゃあ今うんこめの方にも載ってると思うんで、僕はさっさと参加しないと、僕がね参加できないみたいな爆笑もののねオチは嫌なので、参加していきたいと思います。クッパでいきます。よっしゃー、ちょっと、うわいや、ネオクッパかな。ネオクッパでいきましょう。お願いしますよ。はえーな、どんだけはえんだよ、早打ちかよ。さあ皆さん、どんどん集まってきましたよ。あ、みんなコース合わせてくれるのかな。優しい。ようこそ、ようこそやっていきましょう。よろしくお願いします。ハンドルでいきますよ。ハンドルでいきます。ハンドルでいきましょう。もう皆さんもハンドルですよね、きっとね。さあ早速1レース目。まあどこでもいいや、勝てますからね。かあそう、そうか、そう来るかね、わかりましたやるなマリカーシン駅バスタートやっていくぜ。さあ大会主催者アド1位スタート、この宿をぜひ生かしていきたい。ここいや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 、まずはね、まあみんなにこうプレゼントですよ。まああんまり僕が最初から本気出しても皆さん面白くないでしょうから、そういう感じでね、ちょっとやめてや、やめてや、俺に優しい、俺手加減してよ手加減してって俺ちゃんとタイトルにつけてるからね。さあ最下位からスタートしていく。いや、しかし全く問題ない。4位かオッケー、前を通せ、そう、俺の道を開けろ、行くぜ。ちょっと遠いな、6位が。ほい、最後投げときたいな。キノコ欲しい。よい、ちょっと遅いな、これ大切に持っていきたい。6位、いいんじゃないですか。待って待って、危ない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 、これのキノコ大切に使っていきましょう。これで全然縮められる。みんな仲良くしようよ、俺たち友達だろ、俺たち友達。 OK、 ここきっちり使っていく。アイテムもまだ取っている。ケチっていくよ。あとはちょっと頼むから優しくして優しい世界求む。やめて、イカちゃん、ふい、取っていく。でここはアイテム回収つつ、これ失敗しました、ちょっと自己申告する。6位、やばいぞこれ。オッケー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 、やめてー、やめてくれー、頼むから。オッケーオッケーオッケー、神アイテム、いいよ。さあこれどうしようかな、もう使っ、でも1個は使った方がいいか。でここきっちりショートカットして、ここキノコ出したい。いい、良すぎる、いっちゃうぞこれ、いっていって、うまいんじゃないですか、ちょっとうますぎませんか、ちょっとやばいな、ちょっとブーメランやめて、ちょっとやめて、ちょっと後ろチラチラ見てるだろ絶対に、やめてくれ、待ってくれ、いける、いける、いける、やめてやめてやめて、よし、見たかこれ、いけんだよ4位いやー、ちょっとこれ死んじゃうよこれ、死んじゃうよこれ、死んじゃいませんかこの緊張感てかこれむしろ駅場だったから取れたみたいなところあるよね。え、4位以下って4位セーフですよね、違うの慈悲はない僕言いましたよね打ち合わせで、6位くらいだと思いますって言いましたよね打ち合わせで。あ、じゃあわかりました、じゃあそんな感じでアンケート取りますねみたいな、嘘じゃん。いや、やられましたねこれ、もうやられてますよ、もう四方八方から、ありがとうみんな、俺は平方鉱山が走りたいんだ。よしんば、あーいいじゃないですか、結構ね走りましたから TA なおみたいなうまいとは言ってないですよ、うまいとは言ってないです。皆さんよろしくお願いします。さあ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 、
これでもここから手加減して、手加減してよ、手加減、手加減スタートでお願いしますよ。スタート順調、もうこれで1位と言っても過言ではない。実質ちょアイテムください。あーちょっとみんなやめてー、やめてー、やめてー、やめて、後ろ見ないで、後ろ見ないで。うわー、なんだバナナ当てられた、全然わからない、うますぎる、妨害プロかよ。ちょっと待って待って待って、はい、俺だってうまいぜ、よーし、息ぎゅっつい、やめてよ、落ちないで、はい、ふいふい、よし、とりあえず3位タイを狙える位置で走っていきたいですよね。さあ、ノーアイテムショートカットはできませんよ。ほら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 、とりあえず後ろ、いやー天罰、待ってよ、待って待って、ちょっと待って、ドリフトできない、ドリフトできない、11位に落ちていく。まあね、このゲーム、あの全てはゴールテープを切った時のね順位なんでね、これは関係ない、実質関係ないって言っていい。だからこの辺は皆さん見なくてもいいんですよ、ゴールのその瞬間だけ。やめろやうますぎかよ。いきますよ、いやー12位か、遠い目みたい。いや聞かれたんですよね、レート制限しますかって言われて、しません、みんな優しいから大丈夫、いや優しい、逆に優しい。ちょっと焦らずルピーを回収していこう、コインを回収して最高速度を上げていきましょう。まだいける、俺たちそうだろ、そうだよな、やっぱりこれ取っとく意味あるのかな。ちょそこをショートカットしていきたい、ショートカットがドスンさん、あーまあいいか、よしよしよし、神のイカズチ、ありがとうありがとうありがとう、感謝しかねえ。4位に浮上、一気に狙える位置に来た、イカちゃん、そう、3位どこ、いやちょっと待って、前すぎないか、ちょっとミニマップからえぐい結果が出てるんだが、いやまだあるだろ、ここでスターが出ればな、いやいやいや、これちょっときついな、待って待って、やめて、くそスタッフスタッフ、いやでも言わせてもらうけどね、これ結構いいからね、俺としては俺としてはこれね、全然なんかむしろ褒めてほしいぐらいの今順位で推移してるんだが、そうだよな、4位以上だったらいいよな、あれトータル3位だよね確かね、トータル3位ってことは次でミューパだろ、決戦の場は音符を叶えよう、音楽を奏でようぜ、俺たちのマリオカートという音楽をよ、バリコみんな好きかな、好きだな歌わないから遅いとかいう、なんかすごいなんか暴論を今叩きつけられてんだけど、ハンドルで行くの忘れた、しまった、これ普通のコントローラーだわ、しまったわ、これ今俺ハンドル使ってなかったわ、行くぞ、いやー4位4位だったら、でもあれ神さんなかったら無理だったな、なんか多分あれは僕の熱いあのファンがね、ムツ勝てというね、ありがとう、嬉しい、ここですよもちろん、あこれちょっと怪しい、ややここ、ほらね、やや分が出ちまったか、ちょっとねせっかちなんだよね、どんどんなんか落ちてってな2人落下してる、いける、この感じでみんな落ちてくれば、なんか何この安心感しかないアイテム、ふぅ俺に近づくとやけどするぜ、怖い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 、痛い痛い痛い、やめて、怖いってやめてよ、おおいいね、この俺のような慎重なアイテム、俺の性格を表すかのような慎重さ、いいよ悪くない、アイテムどうしようかね、交換した方がいいんだけど、6位でこれなんかこの守り方なんかちょっと違うよね、危ねえ危ねえ、全部消えた、待てや俺の緑コーラ返して、やばいね、どうしようかな、まだまだでも分かんないぞ、2周目だからね、しかもこのキノコ、ちょっと待って、赤コーラの人落ちてってない、落ちてってないし、抜かしたくない、抜かしたくないって、やだー、俺は悪いことしない、いいやつ、いいクッパだよ、いいクッパ、引っ払ったりしないよ、 OK
サンダー、サンダーいいよ、サンダーいいよ、サンダーいいっすよ、サンダー、オッケー、サンダー。さあ、じゃあ俺が出してやる、サンダー。見てろや。あー、まあ似てる似てる、星みたいなものだな、実況界の。いや、言い過ぎたわなんかダメだ、実況界の文鎮あたりだわ、ごめん、ちょっと嘘ついたわ、星は言い過ぎたわ。さあ、キノコが出ていく。ちょっと待って待って待って、やめて、うっかり加速させて落とすみたいな作戦やめてほしい。ちょっと待って、キラーダメ、横に避けて。さあ、きっちりとキラーを避けていく。4位3位を繰り返し、キノコは3つ出ている。イカちゃん取りたい、イカちゃん取って、いい感じ。5位、ちょ、後ろスターなのが超不穏すぎる。アイテム欲しかった、アイテム。あー、みんなブレーキいいんだよ、許す、俺が許す。しまった、やだ、くそ。446、今日の日本サッカーの布陣は446でいきましょう、それでいきましょう。ちょっと多いか3人多いな、446だとな。くそー、うわー、これマジか、トータル4位か、なんかそれなりですね。あー、じゃあよかったんで、このまま何もなくいきますか次はい、というわけで終わりましたけど、はい、なんかね、ここでね、感想を喋って、感想というか反省をね、喋るコーナーらしいんですが、よくやったと思ってますよくやったと思います。あー、ありがとうございます、一緒に走ってくれた方いらっしゃったみたいですね。いや、ありがとうございます皆さん。いや、なんかうまいな、みんなやっぱり。この時点でね、マリオカートもうだいぶ発売してから経ってますからね、もう上手い人しかいないっていうのはあれですけどもね。いや、でもなかなかいい走りだったはずなんですが、なぜかそろそろなんか来るんでしょうねここにあるんですよ、罰ゲーム台が、罰ゲーム台があるんでね、罰ゲーム、あ、今カンペ出てます。いつものように奥さんと乾杯してドリンクを飲む、え、どういうことですかどういうことですか、どういうことですか怒られる怒られる怒られる、これ帰ったら怒られる。こんなね、こんななんかガキっぽいことしてますけど、一応嫁さんがおりまして、いやー、これこれ、あ、じゃあ、え、あー、モテないんだね、あ、モテない感じですね。あー、まあ、じゃあ俺だけいただくような、これ何、飲み物、ちなみに何なんだろう、ちょっと今伸ばしたけど伸ばす意味はない。いや、スタッフさん今ね、短くしてくれてたんだわ、戻らないこれで飲みましょう。じゃあちょっと下から拝借して飲みづれえぞこれじゃあいただきます、乾杯。おいしい、おいしい、おいしいですおいしいいや違う、これ絶対こういうんじゃない、誰がなんか商品のレビュー動画を撮れって言ったのよ。じゃあ、ありがとうございました。あー、いつもありがとう、美味しいお料理。はい、というわけで、いいですかね、これスタッフさん分かってますよね、次のアンケートは。あ、これアンケートやるんですよね、きっと。あ、やりますね、はい。それではですね、2グランプリ目何位かだったら罰ゲーム、アンケート、お願いいたします、どうぞ。あ、変わってねえめっちゃ似合ってしてるんですよね、スタッフの皆さんが変わってねえぞ、変わってねえ、何も変わってねえわ、何も変わってなかったな。おー、42点すごいな、手加減してほしいって書いたのにな。じゃあそろそろいいですかね、お時間大丈夫でしょうか。アンケートの結果お願いします、どうぞ。はーい茶番ですね、茶番茶番もここら辺にして2グランプリ目を。いや、でもね、ワンチャンスありますよ、次はルールが違いますから。じゃあ行きます。ですね、あ、じゃあいいですかね、表示の方をさせていきたいと思います。今表示させていただくニコ生水曜杯 B 罰ゲーム嫌だって書いてある、これでいきたいと思います。うんこめの方にもね書いてあると思うんで、お願いいたします。じゃあ僕は参加できないっていうのが一番笑えないんで、サクッと参加していきたいと思います。2グランプリ目はアイテムダイナミック、要はその強いアイテムがね出やすくなるルールなんで、まあ僕向きのルールなんじゃないかなと。
もう駆逐してやりますよ、サンダー引きまくってね。独走できます。罰ゲーム跳ね返そうとか。よーし行くぞ。いやー増えた。いやーなんかもうみんな、いや4位でしょみたいな雰囲気あったよね、さっきのアンケートね。ひどいもんだわこれはね。マリサ、たけしがいるぞ、たけしが。よーし。いや最大の範囲はやっぱりハンドルでいかなかったことですかね。ハンドルでいきましょう。さっきはね、でもね、ノーマルルールでやったんですよ。あれダイナミックじゃなかったんですよね。そう、まあ、任して、もうリアルラックしかなく。うわビッグブルーか。練習してねえな。あ、ダメなんだよね、タイムアタック。好きなコースしか走んねえから。もう大好きなコース4つぐらいしか走んねえからね。なんか全然練習なんねえんだよな。さあ行きますか。あれはなんか俺3番目なんだけど、俺よりも早く入ってる人2人いるってすげえな。さすがにここバーン、いいよ。やっぱあれですからね、我流転生。スタートはやっぱりサクッとね。やめて、本当にやめてほしい。どんぐらいやめてほしいかっていうと、こんぐらいやめてほしい。いやちょっと忘れてる。気をつけろ。あ、スリスト拾って、いい感じ。あ、ここら投げていく。1位に踊り出た。果たして意味あるのか。とりあえずこっち取ってね。こっちはね、なんかこうこんな感じ。いいよ、悪くない。もうちょっといろいろガバいですけど、ちょっとこれは無理せずに外側走っていく。1位走ってんだったらもうこれはあれですね、もう守りの走り、初体を持った男の守りの走り。あ、無理だ。あ、やめてよ、ショートカット。ずるくないですかそれ。やめて、落ちちゃう。ふう。いいよ、悪くない。トゲゾウ飛んできてるんだが、この辺に待ってる。くそー。いや、しかし、あ、ちょっとここでバナナ使えね、キノコ使えね。うわー、ファッ、赤コーラ飛んできてる気がする。うわー、おりゃー、これ使えばいいんじゃねえか。よしさらば。いいよ。待って、俺4位でキラ引いてるんだが、最高かよ。赤さも回避していく。いいぞ、悪くない。さあ、アイテムがちょっとここでしょっぱいアイテムが出ますから、さっきのことを考えるとね、まあ妥当っちゃ妥当。後ろのアイテムがちょっと分かんないのが怖いけども、アイテムきちんと拾っている。これ怖い、俺自爆する可能性がある。そしてこれいけるかどうか。よし、いけた。オッケー、いいよ、悪くない、全然悪くないよ。やめて。キラーとかずるくない、キラーずるくない。見たかこれ。2だ。こうだ。やりましたよ。2位ですよ。悪くないっすね。ダイソー疑惑やってるわ。なんなら手元カメラでもいいわみたいな。ちゃんとダイソーじゃねえわ。練習しない方が早い。やめよう。それ以上触れるのやめよう。まあ今ハンドル使ったからね、まあ、こんぐらいの爆発力はありますよね。お任せ。まあみんなの好きなとこ選んでくれ、俺は大丈夫だ。っていうか、なんかやばそうなコースしかないから、ちょっとお任せにしたい、むしろ。あ、やべえぞ。しかしハンドルはね、一番最後にハンドル宣言したものが最強だから。よし、いや、いけるでしょ。待て。いや、ちょ待てや、俺が最強なんだよ。あ、俺でしょ、俺だよ。ハンドルの神と言われた男だぞ、今俺が呼んだ。俺が今勝手に俺が自分でつけたが。あ、持ってる、割り子か。でも悪くないぞ、ここさっき4位だったからな。神さんで行きましょう。もうアイテムの運で勝ってきた男。でもよく考えたらダイナミックだったんだね、そういえば忘れてたわ。だからあれキラ引いたんか、そういうことか。わ、全然いいわ、ダイナミック。最初からこれで、はい、悪いが全員俺の背中を眺めててくれ。痛い。まあ滑り出しはね、これ関係ない。アイテム取れないのがちょっときついが、まあそれは気にしてもしょうがない。うわ、ちょっと痛い。危ない。安全点でいこう、落ちない方が大事だよ。いって、くさ。俺が何したって言うんですか。それっぽいのを見せていく。それっぽい。オッケー、ジムリーダーがスリップしている。スタ
パーを取って、これも最初に、ね、使えるうちに使っとくに限り。3度やられたら笑えないからね。しかもダイナミックだから結構使う意味あるが、11位だと攻撃される可能性が1人後ろしかいない。キラー、うーん、まあまあまあ、ね、悪くはない。危ない危ない危ない、やめて。オッケーオッケーオッケー、まあ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 、いいでしょう。時は来た、時は来たレリ。ちょっとキラー準備すんのやめようよ。うわー、ボムヘで全部剥がれたぞ。ちょっと本当にやめて、本当にやめて。俺隅っこにいんじゃん、隅っこにいんじゃん、隅っこにいんじゃん。譲ったんだよ、スターな君に幸あれってね。ちょっと待って待って、一体くそ、なんでお前らどんだけスターだよ。みんな心に星を持ってるんだよ。何言ってるか分かんないけど、くそ。まあまあまあ、こっから勝ってなんぼでしょ、覚悟で。ブンブン、いいぞいいぞ。トゲゾウも行ってダブルパンチ、ダブルパンチで抜いていく。さあ赤さんが見えてちょっと怖いが、これ俺に飛んでくるのかもしれない。いやちょっと待って、ささにキラー中は飛んでこないでしょ俺に。悪くないぞ、どんどん抜かしちゃうんだよこういうのは。ちょっと赤いチー、俺はいい子、悪くない方だよ。よし、1位に飛んでってるぞ。これが目論見通り来ましたよ。もうあとはこの鉄壁の守備、破る者がいても勝てます。全然見えない、全然見えない、やばいですよ。スタッフさんいいですよ、こういう編集。やめて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 、許して許して許して、許される、許されるべきだ。そろそろ6つは許されるべき。もうきちっと、はい、見たかおい、こだ。